久野康成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。こんにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日は起業家の落とし穴について、お話してみたいと思います。起業家はですね、実は2通りの方法があります。起業する人は戦略的には2つの方法がある。第1がですね、ベンチャー型として起業する。このベンチャー型っていうのは、例えば IT 企業とかですね、もう世の中には全くないもの。非常にイノベーティブ。もう差別化された。そういった商品を世の中に出していくんだというですね、コンセプトのもとに会社を立ち上げた人。この人たちはですね、マーケットが非常に大きい。もう世の中塗り替えちゃう。Google みたいに。塗り替えちゃうってやるので、資金調達もベンチャーキャピタルからもうどんどんお金を借りていこう。壮大な事業計画を作る。しかし、事業っていうのはそんな簡単には立ち上がらないんですね。で、常に財務的な問題を抱え、また資金調達、また資金調達。まあ、ちょっとこれは立ち上がりが遅れて、また開発費がこんなにかかってね。まあ、折りたたみまで選択しながら折りたたみまでできるのを開発しちゃおう。何十億も調達。しかし、常に財務的な問題を抱え、最後は夢とともに、もう多くのベンチャー企業がですね、まあ、このパターンになる。常にこう財務的な問題、予想していたほど早くマーケットが立ち上がらない。それは商品自体が非常にイノベーティブで、ただしお客様っていうのはモルモットになりたくないんですね。世の中にないものを使うお客様っていうのは基本的には自分がモルモットにされてんじゃないかと思うので、ちょっといくらイノベーティブな人間であっても高い商品、全くないものを買うっていうのは躊躇する。だからないものを作れば売れるんじゃなくて、ないものっていうのは非常にお客様が躊躇して売れないんだっていうところが非常に弱くてですね、財務的な問題が予想以上に発生してしまうっていうのがこっちの問題で、もう一個はですね、抽象型、まあ、中小零細型としてスタートした。これは前回お話しした、中小企業、まあ、独立して一人でやる人間、まあ、私のようにですね、一人で集中型。私も集中型。どんな集中したかというと、会計事務所マーケットっていうと、まあ、私後発なので、一人でやったときに、まあ、どうしてもそんな競争に勝てるわけないんですね。で、ここに集中っていう形で、まあ、コンサルティングのちっちゃなマーケットに集中し、しかしマーケット自体は非常にちっちゃい。ちっちゃいかけど、資金調達はいらないんですね。集中してちっちゃいところである程度、満足しちゃうっていう、この、まあ、ちっちゃな成功、成功体験にちっちゃく満足しちゃうっていう罠があり、そしてやがて、これ成長しないっていうところに入っている。これどうして満足するかというと、独立した人間っていうのはですね、前の会社でもらってた給料と今の独立後の自分の所得を比較するんですね。例えば前の会社で600万もらってました。今1000万になりました。売上高が1000万っていうのは超零細企業なんですが、給料としてそれを見ると、あ、1000万になった、2000万になったと思っちゃうんですね。2000万を給料として見れば大きいんですが、2000万を売上高って見れば超零細企業も、家業化してしまう事業も、ね、まあ、妻も入れて家業になり、そして数千万という超零細企業、これはですね、比較が給料、前の給料と比較するからこうなっちゃう。そして自分が一生懸命働くという、社長が忙しいというオーナーズトラップにはまり、で結局そんな会社は事業承継も誰もできなく消滅。この2つがですね、起業家が陥る基本的な落とし穴。
どっちかに行くリスクが非常に高い。IT 系で独立した人って大体上を描いて、大きなものを描いて、いやお金を調達しようとともに、そうじゃない、まあ、私みたいなサービス業で、独立したのは集中化し、ちょっとの成功をして満足し、まあ、成長が自分の時間を使い切ったところで頭を打ちし、まあ、自分自身が忙しくって、本当の意味での、起業家できず、事業家できず、家業になり、まあ、うちも最初は妻を入れてですね、父ちゃん、母ちゃん、バイトの兄ちゃんの三ちゃん経営やってました。で、零細企業になり、事業承継もできずに、まあ、会社を畳むか、まあ、借金してると倒産。まあ、これが、ほとんどの起業家が行く道筋。ほとんどこうなる。ここをどう脱却していくのか、本当に考えておかないと、必ずどっちかになります。ここが今日のポイントです。